お二人のお互いの素敵な笑顔をじっくりと目に焼き付けていただいて、えー、それぞれの感想をちょっとお聞きしたい<も> <laughs> <laughs> さあ素敵な笑顔を見て間宮さんいかがですか黒谷さんの笑顔あんまりじゃその <laughs> 直視できなくてあのでもその初めましてなんですけど裏でも結構気さくに。 話してくださって、<笑>,笑顔のとても素敵な方だなと思います。あ、嬉しい。ありがとうございます,すいこ。この内面からの笑顔っていう感じがして、安心感があります。<laughs> はい。今日、今日一のベストスマイルで、黒谷さん、お願いします。<laughs> さあ、黒谷さん、いかがでしょう。いや、もうギャップですね。あ、はい。普段のクールな感じと、この笑顔のね。うん、すごい可愛い感じが。やられました。うん、<laughs> はい。 本当にあ,のありがたいですし嬉しいんですけどあの一番最初にお話を聞いた時は、うん、にわかには信じがたいというか,かあまりこう役柄とかでもそんなに笑顔のあれをしてこなかったので <laughs> 本当にっていうふうにマネージャーに言ってましたね。あのだなのでですすごく今嬉しいんですけどちょっと 照れくさいような恐縮してますねドラマとかであの、うん、女優さんとかと近くなるときはなるべく呼吸しないように <laughs> 大丈夫 <laughs> <laughs> 倒れないでね物理的に気をつけているということですね、はい、そうですねあの俳優は歯が命とかって言葉を聞くので、えー、命を大切にしたいと、えー、改めて思いましたし、えー、その 口の中の健康があの全体の自分の体の健康に関わってくるということを、えー、本日知ることができたので、えー、そういう意味でもあのケアをちゃんとしていきたいと思いますしきょうはあのすごい黒谷さんと、はい、あの笑顔を見せ合うっていう人生で初めての経験をしてす,、ね、あのすごく楽しかったです。<laughs> ありがとうございました